ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速世界のコース行ってみよう。はい、それじゃあ今回はゼルダ？ゲルドバレイシーソーウィング、ゲルドの谷？ゼルダやゼルダ、すげえ遊ぶクリア率 21%、 ベストタイムで2分？私1時間とかかかったりして謎解きギミックか。なんかあっちになっとるけど、普通に行けるんかな。あれ、行けんくれ。ああ、ここ映れるんや、なるほど。んで、どうすればいいんすかね。行けないんですけど、どうしたらいいんすかね。え、ちょっと待って、何？あ、そういう感じ。え、で、どうすればいいんだろう。痛い。え？なんだ？どうすればいいんだ？すでにわからないんだけど。どういうことって感じないけど、すでに。え？なんだ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 。あ、ここに来れた。あれ、バネあったっけ、さっきまで。あ、もしかしてなんか打ち上げられたとかそういうこと？あ、なるほど。これでオンオフスイッチが押されたんや。あ、で、ここが通れるようになったと。ゆいびっくりんで、おー。で、下？あ、違う。あ、いけるんか。そして、なんだ、どういうことだ。はっ。いけないんですが。どうしたらいいでしょうか。ああ、いけた。スピードが大事。そして、あっこに乗るん。ん？ここで？あ、なるほど。あれで、燃やすわけですね。おー。で、降りてって、コイン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 。で、あ、こっち。なに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 、何がピンポンだったの？あ、で、あっち側も持ち上げたらいいんかな。こ。これでとりあえず両方持ち上がった。待って、あれあれ、ちょっと待って。はい、で、上に上がる。おお。で、こう、これでいいんかな。ちょっとよくわからんけど。そして、こっち側も同じように、これで足場を作っとくってことかな。ちょっと待って。いけない、いけない。は。お、これでオッケー？で、あとは向こう側に行けばいいんかな。こっち？よいしょ。おー、なんか吹っ飛んだけど。ん？これで、なんだ、どうするんだ？いける。あー、なるほど。これで上がっていくんか。で？あ、扉？扉や、扉。中間。おお、なんか上がってった。上がってったけど、次はこっちも？まあ、で、真ん中のところに行けばいいんかな。え？真ん中？どうやって行く？あ、扉が消えてる。これはどうやって行けばいいんですかね。あ、上がれないんですけど、どうしたらいいですかね。え？どうすんの？え、全然行けんくない？これは、どうしたらいいんでしょうか。
え？何？あ、上がれた。普通に上がれた。これで？あ、ここにオンオフスイッチ。で？違う。あのオンオフスイッチによってどこが切り替わったんだ？こっちにも移動でき、あ、ここ？上はいけない。で、下、こっから出るのか。ウェイ！なんだ、めっちゃびっくりしたんだけど、今。かなりびっくりしたんだけど、とりあえずこの上に、これもしかしてあれ？ジャンプして、弾に乗って上がっていくとかそういう感じかな。そういう感じじゃない？多分。あれ？あー、ポリってなった、普通に。でも多分そうよね、きっと。怖い。はい。おー、上がれた。んで、あとは？ここを上がっていくの？で、こっち側降りてって、なに？ひどい。どういうこと？ナイスアイディア。はい、こっち降りていく。で、こ、待って、あっこは？このオフスイッチ。トレードをしておいて、乗ります。あ、降りてきた。で、これに、これで飛ぶ。あのキノコの方に行けばいいんだな。待って。待って、これ、とりあえず押しておいて。で？はい。あれ？ん？あれ？待って。あれ？にしておくんかな。オフにしておいたら下に行くんか。あれ？え？ちょっと待って。全然進めないんですけど、びっくりするぐらい進めないんですけど。え？あ、いけた。で、ここの扉。あ、オッケー。あ、もう鍵がないと出られなくなった。そこになんか。おぉ。うぃ、怖い。何、どうなるの？ピンボールみたいな感じよね、これ。おぉ、なるほど。え？え、超怖いんですけど。それでどうするのよ。私はどう行けばいいのよ。あ、なんか、落ちてきた。鍵や。あ、で、これでいけると。あ、上の扉から出てきたんか、私。なるほど、そういうことね。ドックンなってる。なぁ、なに急激に。なに？ここもあれ？なんかピンボール的な感じ？おっと、危な。速攻で危な。はい、こっちも。無理。諦めたくなるよね。これは諦めたくなるよね。楽勝すげえな。動体視力がいいんかな。怖いよー。私も楽勝って言いたい、ここ。お、でも。来たんじゃない？ほら！鍵ー！何ここ。順番に降りていったらいい感じですか？あ、鍵持っとるやん、なんか。ラン！なるほど。ラン！右へラン。もうすげえな、音楽。かっこいいね。これゼルダのやつ？ナイスアイデア、面白ーい。
おお、でかくなった。ああ、ボールー。あ、トライフォースやん、トライフォース。イェーイ。コースクリアー。いいね。ふう、めちゃくちゃかかってしまったぜ。はい、そして、それじゃあ、リズムチャレンジ。ゴーメットレース？あれ、カービィじゃない？なんか。ぽくない？違うんかな？あ、カービィよね。あ、カービィソング？へぇー。リズムチャレンジ、ゴーメットレース。メットを使うってことかな？ゴー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 。これカービィの曲？あ、ちょっと待って。普通に走ってった。はい、ゴー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 。はい。キッ。はい。こんなにスピード感のない演奏があるか。ゴー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 。とりあえず進もう。進むことを目標にしていこう。ほっ。飛んでー。はい、ゴー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 。キキー。あぶねえ。はい。ゆっくり行きます。超絶ゆっくり行きます。はい。じゃないとほら、ね、無理よね。そうなんすよ、無理なんすよ。もうどういう曲だか全くわからねえわ。後ろの景色めっちゃ進んでいくね。はっ。はっ。はっ。ほら、ちゃんと曲は進んでる、大丈夫だ。はい。いけ！無理。諦めないで頑張ろう。ゆっくりでもいけるよ。ほら。ほら。めっちゃゆっくり進んでいけるよ。どんな曲か全くわからんかった。何倍速かにしてみてね。やば。ほんとあの上の部分だけやったんやね。すげえ。ほんとやったら17秒で終わるんか。はい、そして、カメックス？カメックス？あ、カメックのことか。カメックストランスフォーメーションコース。コース？コースって書いてんかな、あれ。ちょ、待って。ちょ、待って。遊ばせて。はい。クリア率 77% いける。多分。残りの方に入るかもしれんけど、私。すごい。何？不気味なんですけど、やめてよ。おお、びっくりした。そういう感じね。何？何？ね、自分の姿が見えないんだけど、どこ行ったの？ちょっと待って。あ、ん？トラップが出発する様子を見ればいいの？私は。そういうこと？あ、そういうことね。上で、上で自分を動かして、ちょっとなんかこう動かして、これ扉入れるんかな？え、なになんか出てきたんやけど。なんか、チョロップを動かしよる風にできるってことか、これで。はい、乗って乗って。ちょ、乗ってよ。早く。ああ！はい、それで、こっち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 。乗って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 。はい、それでこっち行く。あ、で、こっち？おー。なになになに、なんかめっちゃ輝いたんだけど、マリオ。どういう状態？ほう。
並んだ。どういう状態？おお、チョロップ当たっちゃいかんねやろね、これきっと。あ、待って、これで、あ、このオンオフスイッチを、これでオンオフスイッチで、こっち。おお、ゴールした。すごい、チョロップを操ってあんな感じでできるんやん。へえ。マリオどこにおるんか全くわからんけど。コースクリアー。へえ、すげえ。よく思いつくな、みんな。全体を見たらああいう感じのコースに見えるってことよね、カメック的な。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、なんか最初めっちゃ何をすればいいんかわからんかったけど、気づいてからはすげーってなった。